こんにちは。武器屋の店主のフランです。ジャス。私は勇者のゆうちゃんだよ。お察しの通り、今回は企業様プロモーション動画でございます。いつもの声が規約上、使用できない点をご了承ください。ウォーゲーミング様が運営する、ワールド・オブ・ウォーシップスの動画である。戦艦や駆逐艦で戦う楽しいゲームです。興味のある方は、概要欄からアクセスしてゲームをプレイしてみましょう。概要欄からアクセスすると特別なアイテムがもらえるよ。戦艦好きな人には本当におすすめする。さて、ウォーシップスの動画も、これまでで3回やらせていただきました。4回目となる今回のネタは、ちょうど級戦艦についてです。ではちょうど級戦艦について解説していきます。ちょうど級戦艦ってなんなん？言葉としてはよく聞くけど、結局なんだかわからんわ。超でかい戦艦ってことか？おおむね、そういう意味で間違っていないんですが。具体的に言うと、ドレッドノートを超える戦艦という意味です。ドレッドノート？ドレッドノートはイギリス海軍の戦艦です。1906年に進水したドレッドノートは、世界に衝撃を与えました。大きさ、攻撃力、防御力、速力など、すべてにおいて、これまでの戦艦を凌駕するような設計でした。このドレッドノートが新時代の戦艦のモデルとなり、世界各国が模倣したのです。なるほど。ってことは、そのドレッドノートを超える戦艦がちょうど級戦艦というわけ？そうよ。ちょうど級のドは当て字です。ドレッドノートのドを、どの漢字にして当てたと言われていますね。ルイスガンを日本仕様にした、ル式と同じようなものか。ド派手に行くぜのドとは違うってわけだ。そういうことです。日本語ではちょうど級戦艦なんですが、英語ではスーパードレッドノートバトルシップと言います。そのまんまですね。宇宙戦艦ヤマトもちょうど級戦艦だった気がするぞ。ちょうど級という言葉が強そうなので、そのように使われているのだと思います。もしくは、ドレッドノートに該当する宇宙戦艦があるのかもしれません。なるほど。まあとにかく、すげえ強い戦艦ってことでいいんだね。そうね。20世紀の初頭から第二次大戦にかけ、ドレッドノート、スーパードレッドノートという戦艦が建造されていくことになります。具体的にちょうど級戦艦とは何なのか？今までの戦艦と何が違うのか？ド級なのか、ド級じゃないのかの違い？一つの分け方が、年代による分け方です。1906年、ドレッドノートが登場した後に建造が始まった戦艦は、すべてド級戦艦です。おお、なるほど。ドレッドノートよりも後の戦艦は全部ド級戦艦だったのか。そして、ドレッドノートの登場から数年後にはちょうど級戦艦が誕生します。1910年に進水した、イギリス海軍のオライオンが最初のちょうど級戦艦になります。さよならオンよりも強そうだ。実はアメリカと日本は、オライオンとほぼ同時期にちょうど級戦艦を建造します。1912年にアメリカのニューヨーク、1914年に日本の扶桑。これらが世界で誕生した最初のちょうど級戦艦です。ってことは、これ以降の戦艦は全てちょうど級ということになるのかな？そうね。第二次大戦で活躍する戦艦は、ほぼ全てがちょうど級戦艦と言っていいでしょう。そういうことか。また、高速戦艦という呼称がありますが、これは速さを基準にした場合の呼称です。おおむね、25ノット以上の速度が出る戦艦を高速戦艦と呼ぶことがあります。例えば、戦艦ヤマトはちょうど級戦艦であり、高速戦艦でもあります。ちょうど級と高速、両方を満たしているということだね。ただ、高速戦艦という分類はありません。あくまで便宜上の呼称です。ふむふむ。戦艦のタイプには、イギリス海軍のドレッドノートを基準にして、4つの分類があります。プレドレッドノート、ドレッドノート、セミドレッドノート、スーパードレッドノートです。日本語に言い直すと、全度級戦艦、度級戦艦、準度級戦艦、超度級戦艦の4つです。なんだかややこしい話になってきたな。全度級戦艦とは、1906年のドレッドノートよりも前の戦艦です。年代で言うと、1885年頃から1905年にかけて建造された大型巡洋艦のことですね。例えば、日露戦争で戦った日本海軍の機関、ミカサがそれです。ミカサはプレドレッドノートになります。ミカサは全度級戦艦ということか。1905年、日本海海戦で日本とロシアの艦隊がバトルしました。これが全度級戦艦の最後の戦いであり、全度級の終焉でもありました。1905年ってことは、次の年にはドレッドノートが登場するわけか。
そういうことね。準弩級戦艦とは、ドレッドノートになりきれなかった戦艦です。次の項で説明します。年代の他に、武装による特徴でも分類されます。超弩級戦艦は対艦巨砲の象徴で、対抗型の飛砲を何門も搭載した戦艦です。1906年のドレッドノートの前後の戦艦と比較すると、その詳細が見えてきます。装備の比較ってことか。イギリス海軍のドレッドノートですが、30.5cm の大砲を10門装備していました。この武装はこれまでの全弩級戦艦とは一線を画すものです。例えば、日本のミカサは 30.5cm 砲を4門装備しているだけです。四方の数が倍以上ってわけか。そうね。ドレッドノートは対抗型の大砲だけで武装し、敵戦艦を正面から叩き潰すことを想定した戦艦です。全弩級戦艦は、四方を主軸に、副砲やその他の重砲で補いながら戦う設計でした。ここが全弩級と弩級の違いです。ガチの殴り合いで勝利をもぎ取るための戦艦が弩級戦艦だ。そうです。ドレッドノートは小型の重砲も装備していましたが、これは小型の艦艇を攻撃するためのものです。なるほどね。攻撃力だけでなく、速力も重視していました。ドレッドノートは21ノットで、これは当時の他の海軍の戦艦よりも2から3ノット速いです。武装や装甲の性能を高めつつ、高速化を実現したのがドレッドノートなのです。これが弩級戦艦。確かにこれまでの戦艦と一線を画す性能だね。前の項で出てきた準弩級戦艦は、対抗型の飛砲の数だけで武装できなかった戦艦です。例えば、日本の薩摩という戦艦が準弩級戦艦です。薩摩は 30.5cm 砲が4門と、25.4cm 砲が12門、混在する形になっています。日露戦争でお金をたくさん使ってしまい、対抗型の飛砲を買うお金がなかったのです。寂しい。そして、超弩級戦艦は弩級戦艦を超える戦艦です。単純に大砲の対抗型化を実現し、装甲や速力も高めた、まさに超弩級の設計ということです。これまで弩級戦艦に搭載されていた、12インチ口径の大砲を超える、13インチ以上の大砲を装備しています。弩級戦艦をそのまま上位互換したものが超弩級戦艦ということか。そういうことよ。第一次大戦の終戦後には、ビッグセブンと呼ばれる超弩級戦艦が登場します。ビッグセブンには16インチ、つまり40センチを超える口径を持つ大砲が搭載されました。ドレッドノートが登場してからたった15年で、こんな巨大戦艦が完成してしまうとは、恐るべき科学の進化。これまでの説明の中で紹介した艦は、ウォーシップスにも登場しています。プレミアム艦艇も混在しますが、ミカサ、ドレッドノート、オライオン、ニューヨーク、フソー、ナガト。全弩級戦艦から超弩級戦艦まで、全部揃っているじゃないか。ミカサはプレミアム艦艇ですが、この動画の概要欄のリンクからアクセスすると入手することができます。こいつはお得だぜ。戦艦の歴史を変えたと言われるドレッドノートを操作してみましょう。ギア3のプレミアム艦艇になります。なるほど、確かに10門の飛砲があるね。このドレッドノートはフィッシャーという提督のアイデアに基づいて設計されました。フィッシャーは日本海海戦の戦闘を参考にし、武装は強化しながらも、速力は21ノット以上出せるように指示したのです。ふむふむ。防御力も高めており、弾薬庫の誘爆を防ぐため、隔壁構造を強化してあります。攻撃も防御も隙がなく強いってわけだ。側面の敵に対しては、最大で8門の大砲を一斉発射できます。艦の前方、後方に対しては6門の飛砲を発射できますね。全弩級のミカサだと、前方、後方には2門しか撃てないね。これが弩級戦艦の力。ウォーシップスに登場する戦艦は、ほとんどが弩級戦艦以降ですね。全弩級に該当するのはミカサくらいでしょうか。こいつはレアだ。ミカサはティア2に該当し、ミカサ以外でティア2の戦艦はありません。日本海海戦では、13キロの距離でも飛砲が当たっていたと言います。よく13キロも先にあるものに当てられるな。大海原で米粒みたいな標的だろうに。超弩級戦艦は、もっと遠くからでも命中させることを期待して作られたのです。ドレッドノートは砲門が10門もあるだけあって、非常に使いやすいですね。連射力も高いね。頼りになる戦艦だ。敵巡洋
艦を撃沈。戦艦が相手の場合は鉄鋼弾を使用すると効果的です。バイタルパートに命中させてクリティカルヒットを狙うのです。今の砲撃だけで1万2000ほどのダメージを与えたな。ゲームの中で使用できる武器は地砲による榴弾と鉄鋼弾です。しかし史実ではドレッドノートは魚雷発射艦も備えております。魚雷発射艦ってことは魚雷も撃てるってことか。そうね。活躍としては第一次大戦時ドイツの潜水艦 U ボートを倒したことで有名です。ドレッドノートは世界で初めて潜水艦を撃沈した戦艦なのです。潜水艦を倒した戦艦か。魚雷とか爆雷を使って倒したのか。いいえ、突撃です。海面に浮上した U ボートに突撃し真っ二つに切断したと言います。偶然ではなく意図的に取った行動ということね。戦艦に箱を使い方もあるんだ。ドレッドノートは今までの戦艦を圧倒的に凌駕した大型戦艦でした。アコースティックギターのドレッドノートもこのイギリス戦艦から名前を拝借して付けられたのです。歩兵、戦いだけでなく音楽業界にも影響を与えてしまったんだな。え？ワールドオブウォーシップスをまだやったことがないですって？なんで？というわけで、ド級戦艦、超ド級戦艦に関する解説動画でした。まさに超ド級であった。超ド級戦艦は第二次大戦で主力の戦艦でした。当時の超ド級戦艦は海に沈んだりスクラップになったものが多いですが、アメリカの超ド級戦艦は残っており、今でも見ることができます。アイオワやアラバマなどが保存されております。なんと超ド級戦艦の実物が残っているとは。特にアイオワは1990年まで現役の超ド級戦艦でした。現在はロサンゼルスの港に浮かべて展示されております。1990年に超ド級戦艦が活躍したとはね。これは驚きだ。アイオワはウォーシップスにも登場します。これを機にプレイするしかないぜ。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしく頼むぜ。